新台は神パチ、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、最新機種の フィーバー機動戦士ガンダムシードをうちに、123プラス N 東雲店さんにお邪魔しております。さあもうね、話題の最新機種ということで、もうかなりね待ってた方たくさんいるんじゃないでしょうか。こちらの台なんですけども、なんかねユニコーンとガンダムユニコーンの台と、まあ、エヴァンゲリオン、まあ、大人気の2機種、これがねなんか合わさったいいとこ取りしたみたいな台ということで、まあ、今回私自身ももう導入初日ということで初打ちになるわけなんですけれども、この台の楽しさ、出玉感しっかりとお伝えできるように本日も頑張っていきたいと思います。それでは早速実践スタートです。さあそれでは早速打っていきたいと思います。いきましょう。さあということでね、打ち始めたんですけども、もう見ての通りスマートハンドルでございます。第3弾ですね、エヴァ明日への方向、ゴジエヴァ、そしてこちらガンダムシードということで、あーやっぱりね持ちやすい、打ちやすいです、このスマートハンドルはね。あとは枠が新枠フリーダム枠というものになったということで、もシンプルですよね、かなり。さあそれでは早速こちらの台のスペック紹介していきたいと思います。OD 確率はですね、319.7 分の1の、まあ、ミドルスペックとなっております。ラッシュ突入率は約 60% なんですけれども、まあ、一応通常あたりを引いた後にこの台時短が100回つくので、まあ、そこでの引き戻しなんかも込み込みで約 66% の突入率となってます。で継続率はST のみの継続率は約 76.2% なんですけども、ちょっとねあの右打ちの振り分けとして、3000発フィーバーがあったり、あとは 5% で次回の実質次回もらえますよっていう振り分けがあったりとかもあるので、その辺すべて込み込みで約 81% の継続率となってます。でこの台の、ねまあ、ポイントといいますか、まあ、いいところとしましては、初当たり、まあ、ガンダムユニコーンを打ってた方はご存知だと思いますけど、初当たり 20% で3000フィーバーがあります。なおかつ、右打ち中の 15% でも3000フィーバーがありますよと、左右ともに3000フィーバーの、ね、振り分けがあるということ でそこがかなり嬉しい点かなと。あとは右打ち中の当たり、それ以外すべて、ね、1500発もらえますよということで、もう右打ち中は1500発以上の出玉がもらえると、当たった際にはね、まあ、そこがこの台のいいところなのかなと。で、やっぱ、ね、ガンダムシリーズということで、まあ、ユニコーン、ね、結構売ってる方いらっしゃったかと思いますけども、ユニコーンは転落抽選だったんですけども、こちらのガンダムシードに関しては ST となってます。でカスタムなんですけども、まあもういつもおなじみですね、先読みカスタムでなし、もう一切演出なしにしますよ。おすすめがまあデフォルトで、チャンス、これチャンスにした場合、先読み発生した場合はですね、期待度、約 44.4% あります。で圧にすれば先読みを切ればもう9割ほどありますよということで、とりあえずデフォルトでいきましょうか。さあそしてね、注目演出なんですけれども、まず一つ目、ガンダム撃発進予告、こちらが 77.7% となっております。まあ、2、1、5に出る演出ですね。で二つ目が目覚める刃、こちらが、信頼度約 34.6% あります。まあ、後半系のリーチアクションに行くときに、まあ、出る演出なんですけども、こうストライクガンダムかフリーダムガンダムかどっちなんだいみたいな、ね、どっちが出撃するんだいっていう演出です。まあ、ガンダムユニコーンを打ってた方は、まあ、可能性の獣と思っていただくとか一番分かりやすいかなと。
それが 34.6% あります。で3つ目が、舞い降りる剣 SP リーチ、こちらが 77.8% となってます。まあ、本気最強リーチなんですけども、まあ、目覚める刃でフリーダムガンダムが選ばれた時とかに、ね、発展したり、まあ、それ以外でも発展したりと、まあ、とりあえず本気最強リーチとなっております。まあ、この辺が注目演出、まあ、他にも、ね、熱いものはたくさんあります。ガンダムシードゾーンで 50.5%、超ガンダムシードゾーンになるとも 95% あります。あとはこの台だとやっぱ金系演出が出ただけで一挙に、ね、期待度もぐんと上がるということで9割超え、ね、なったりするんで、金系来た時はかなり大当たり期待していいのかなと思います。ちなみに、この台に、ね、通常引いてしまった時、100回転の時短がつきますよっていうお話したんですけども、その時短での大当たり確率は実質、約600分の1ですね。600分の、まあ、319の機種ではあるんですけども、時短の時の大当たり確率に関しては600分の1なので、ちょっとね、時短突破するのは難しい、ちょっとだけ難しいんですけども、はい、そこが一応一緒じゃないということ、319ではなく601分の1ですよと。なので一応引き戻しそこだけ見たら 15% とかそんぐらいですね。そう、引き戻すことできればもちろん、ね、ラッシュにも入りますので、ただそこの確率だけが違いますよと。さて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 、2枚目入れます。1万円何もないままでございました。サクッと終わって2枚目入れていきます。ちょっとですね、何も熱いのが起きませんので、もう当たりが待ち遠しいので、私カスタム入れます。チャンスぐらいにしときましょうか。もう先読みが起きれば4割超え、 44.4% の期待があります。確率分母をもう超えまして、そして2万円もあっさりとなくなりまして、まさかの3枚目2万と500円目入れていきます。ここまでこれといった、なんか盛り上がる展開一つもございません。大丈夫なんでしょうか、心配です。2万と500円入れていきます。まあ、赤タイトルでしたね。アークエンジェルアタックで赤タイトルって言っていいのかな。今ね、さあゴッドフリート入りました。 56% めちゃいいですよ攻撃。今ね一応 20% ぐらいある演出なんですけど、当たんない、そのまま普通に当たりました。びっくり、アークエンジェルアタック、まあ、タイトルの33% で攻撃のゴッドブリード 56% と突然やってきましたね。あれ先読み入ってましたか、当敗というかね。でここでまず図柄変わるか変わらないか、でも奇数でもいい、あー残念。はい、まあでもひとまず当たりました。357回転 23,500 円の投資ですね。で偶数図柄だったので、ひとまず2ラウンドの300玉当て玉取ります、はい、でその後に実体100回転ストライクチャレンジいくんですけども、まだね昇格の可能性はあります。ラウンド終了もこことかで入ったりもするんだけども、全然ダメだね。ここでねレインボーで告知入ったりすることもあるんですけども、
ちょっと入らず、普通にストライクチャレンジの方に突入しました。ということで1回ちょっと軽く振り返りましょうか。ストライクチャレンジ一応時短100回転、ここで大当たり確率601分の1を引きます。確率ちょっと重たいですね、601分の1を。で大当たりすればもうあのラッシュの方に行きますよということで、ああちょっと頑張ろうか。そうサクッと当たったのでちょっと全然心構えができていなかったんですけども、ここでどうにか引き戻したいと思います。あ一応緑入ってますけども、まずはリーチ、リーチになりました。バスター入ったけどタイトル普通で、ここの、ね、カウントダウンの色とかも赤に変わったりとかするんですが普通ですね。ボタンは通常赤ボタン、あー普通だ、さすがに赤ボタンのチャンスアップとかねあればいいんですけども残念。まあでもひとまず超リーチ、いいよリーチ何回もかかろう。まあ、やっぱ早いんでね、あっという間に残り30回。あ、一応保留変化入りました。MS バトル。さあ。リーチ。よし、まずリーチになりました。ブリッツとの対決であればあったけど、デュエル。さあタイトルも普通でしたね全部ね。カウントダウンは変わらないかな。さあでボタンが何色か、あ普通です。うん、こちらねボタンね、あのベーコン出たりもします。ベーコン出れば大当たり濃厚になります。やばい、あと27回転いけるか。600分の1難しいか、難しかったですね。しょうがないか、まあもうちょっと初当たり引いて通常単発100回の時短も終わりましたということで引き戻し失敗したんですけども、ちょっと残念ですね。やっぱ出玉がこうなると280玉とすごくね少ない感じなので、いやでも1回ちょっと当たったのは嬉しかったんで、ちょっと次はもうちょっと先読みをしっかり絡ませてちょっと王道な感じで当てたいなと思います。本当突然やってきたんだよね、通常ゆっくりこうやってずれてってずれてって止まるみたいな。もう急に来ました。役物落ちましたね。さあここからひとまず疑似連入ります。疑似さん行ってほしいですね、今日まだ疑似さん1回も行けてないので。さあ図柄今緑だったんですけども、あ赤字ですね、ここもね初ですね赤字。あキャラが出てセリフ、そうですね、ここで疑似さんに、あ行きました。さあなんと疑似さんちょ中一パーぐらいかな、で、あ一応セリフチャンスっていうボイスでしたね。さあ救出リーチです。まあここからまあ、天敗ボイスもチャンスで 11% でここからね発展なんですけども、さあ来ましたね、あ注目演出本日初です、目覚める刃入りました。34.6% これでフリーダムに行ってほしい、フリーダム
あーストライクか。あーいやいいでしょういいでしょう。さあストライク SP なんですけども、対戦相手が誰なのか。あディアッカなんで3つあるうちの真ん中ですね。まあ、でもそれでもねあんま変わんないです。一番下とは 16.3% の期待度、伊藤テロップ赤に変わりました。さあこの後に、まあ、ボタンで、あカットインか。ここでね格闘とかこう、あじゃあ完走あるとか言ってくれれば大チャンスだったんですけども、通常ですね。いや弱いだよ。ちょっとここでのチャンスアップが弱すぎましたかね。テロップ赤しかチャンスアップなかったんで、やっぱあそこでのボタンからの完走ルート、そっちに行ってくれないと厳しいのかなと。あと対決相手やっぱりニコルだね。ニコルじゃないとっていう感じです。いやー初めてちょっとストライク SP 目覚める刃注目エース絡んだんですけど、残念ながら決まらず。おシードチャンス、これ先読みじゃないもんね。妨害か。どれおいおいシードチャンス自体は、ねまあ、そうなんですよ。そこまで高くない 11.8% なんで、ね、ここから誰に行くかですね。でボタンが赤かったらもうその段階で5割あります。 51.3 普通か。あディアッカは 8.6%。 これ、ね、ニコールだったらもうめちゃめちゃ熱いです。 88% あるんで。さあ9、そう一応タイトル赤になりましたね。どうだ、おっ待って行ったよ完走ルート。これで一挙に期待度上がります。まあ、それでも40完走ルートは 47.9% なんで、おおなんか急ですね。確かに一発目の保留入ってすぐだったんで先読み絡まずという感じだったんですけど、でも無事まさかシードチャンス成功すると思わなかったです。フィーバーさあ3500円、220回転です。で図柄今偶数図柄でしたもんね。奇数図柄だったらもう狙手濃厚なんですけど、あここでキラとか出るか、あ出ない、偶数やだ偶数やだ。まあでももうでも当たっただけでありがたい。さあ行きましょうか。この後にお願い、レインボーで出ない、あー出ないか。さあストライクチャレンジ本日2回目ですね。さあ100回転の時短ということで、ここから601分の1を引いていきます。1回目は失敗、2回目、成功できるかどうか。30、お保留変化しました。さあ対決です。あーデュエル開始しましたですね。
カウントダウン変わんない変わんない。あ、来い。待って、ボタンボタン、赤ボタンちょうだい、打つ。カウントダウンだと赤になった段階 62.9% あるんですよ。お、一応ラストチャンス、まだまだあるよ、まだあるよ。これテンパイすればかなり熱いよ。あー、ほらテンパイしてればめちゃめちゃ、うわー、もうむ難しいな、残念。あー、またしても通常。はい、今日私失敗です。262玉持ってる状態。いやー、引けないですね。ちょっとリーチは結構来てくれてなんか楽しませてもらったんですけど、決めきれない、残念です。まあしょうがないね。ひとまず初当たり今2回引いてます。いつになったら60パー取れるんでしょうか。いきましょう。ミドリクズガラの変動でしたけども、それ以外の厚さはない。リジさん、さあここからのあれじゃない、キャラリーチに行って、サジンの果てとか の、 いや、あの救済系リーチ。砂嵐出ない、出ましたね。これでサジンの果て、お、行きましたね。一応ね、2割ちょっとあります。3割弱 24% あります。ただタイトルが、まあ、デフォルトですね。でキャラカットインが今横ですけど、縦で出れば大当たり濃厚なんですよ。で横です。あとはボタン赤くれば8割超え、 V コンなら大当たり濃厚。普通ボタンだよ、当たったよ、14.7%。 え、当たるの、なんかびっくりね。すっごいいろんな、んか先読み入れてるんですけど、先読み絡まず、なんかあっさりと意外なところから当たってしまいます。そしてお願いっても大事なのはここ 60% 取れるかどうか。ここで止まって、ここで止まる、あー超えて、またまた通常です。ひとまずね、166回転目、34,500円です。さあさ、おお決まった、さあさ、おお決まった。ここでの、そうです、昇格ももちろんあるんですけど、モブレバブルして、うそー、やりました。しかも最初から3000のね、20% を取りました。やったー、嬉しすぎるよ。ついにもう持ったかと思ったけど、3度目の正直、なんと3000発からのスタートということで無事獲得しました。いきます、嬉しいまたダメだと思ってたんです。あー、よかった。ちなみに今回ね3000取りましたけど、まあ、ガンダムユニコーンの時は3回当たりを重ねるとハイパーいったじゃないですか、ハイパー覚醒。今回は、2回取れればフリーダムハイパーいきます。なので高速消化になります。なんでこれはもうね2回取ってることになるので、次からは高速消化になりますよと。あ、フリーダムハイパー入りましたね。さあもうこっからもう高速そのまま行きますからね、高速で。ということで、
SD 回数が120回転です、ここで84分の1をいきます。一応ここでのここのみだけフリーダムハイパーのみだったら継続率はあ来た早いさあ取ってないかな3000いきなり取ってないここでき、あこれはね1500発でしたね。右打ち中はね 15% で3000フィーバーあります。 5% で1500発プラスラッシュで、あと時短 ST が1万回つくんで実質3000っていう振り分けもあるので、そういうもろもろ込みで 81% の継続となってますよと。でとにかく点滅保留ですね、そういうのが来ただけでかなりチャンス、あと変動が長かったりすれば大チャンス。さあ早いね、あこれねめっちゃ熱いよ、7割弱あります。いけ OK、 さあ取っております、取っております、順調に取っております。さあもうここはいろいろ細かい演出とかはあるけども、あの本当に早いのでもういろいろ考えるよりはもう当たることを願うだけ。とりあえずリーチ、とりあえずリーチで、おし、あっさり、え気持ちいい当たり方、気持ちいいですね。ああいう感じのなんか微妙かな、弱いかなって思うのも、おし 15% さあ3000取りました、よし、いいよ、出てますよ、シードのいいとこ見せれてますよ。で今ねこうここにねモード、表モードって出てて、一応なんか3連と7連のところで裏モード解放できるっぽいんですけど、はい、さあいきますよ、もう時すでに9000発です、表示たます、まだ終わるわけにはいきません。あ点滅入ってます、長い、あー3割ちょっとありますからね、点滅保留で頑張れ、万発は踏みたいな、ちょっと一回止めさせてください、よし行くか、さあ行かせていただきます。84分の1です、84分の、おお、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これはこれは大丈夫じゃない、 OK、 よかった、これでなんと1万発です。さあ切り裂いてくれないかな、あまあしょうがないね。さあとりあえず、万発ついに超えます。モードね、裏モードやろうかなとも思っているんですけど、見ますか、じゃあ見ましょうか、まず裏モード入りました、ボタンね触ったタイミングで告知入る可能性がありますよと、この左側に、おし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 、頑張れ頑張れ頑張れ、あ、こうですこうです、今みたいに告知入ります、あよかったもうちょっとドキドキしましたね、残りだいぶ少なくなってたので、いやでも無事切れないか、切れないね、来た、ほら激しいんじゃない、あ普通かな、ちょっと激しかったか普通だったか、私は激しく感じたんですけども、もしかしたら普通だったかもしれない、ただすごくギリギリ、もう ST なんでほんと当たれば戻れますから、よし、めちゃめちゃギリギリじゃない、8回転残しセーフ、
危ない。裏モードで完全告知もあります。ボタン告知、完全告知選びたいと思います。なんで入賞時にもう告知音が鳴ってしまうと。クルーゼお願い、目覚めて。あなたが反応してくれないと。あー怖い。ちょっとドキッとしたけどやっぱ気持ちいい。告知音はめちゃめちゃ気持ちいいです。でもクルーゼの完全告知より私はボタン告知、こう自分のタイミングでこう押して見る方が。あー3000。あー ST 楽しい、 C の楽しい。結構取れますね、 15% の振り分けね、しっかりとね。あこれさ、上乗せ1500入りましたよ。だから10、そうそうプラスです。間に1500、1500の間にまた3000取ってるっていうパターンで、そういう場合は今みたいにプラス1500で後乗せする形になって出てくれるので。えまた1500、え止まらない。なんかここだけで、ここだけですっごい稼いでるよ。さすがにここはもう上乗せはないのは分かっておりますけども、ギリギリある、ギリギリある。いやでも6000以上じゃない。あしかも激点滅でこれ当たります。 95% あります。やーやーい。ありがとう。さっきもそうだった気するな。うん、さあまた3000は。さすがにね、欲張りですね。でも2万発オーバー。お来たよ、点滅保留だよ。今のは普通の点滅保留。38、まあ、また来ましたね。もう38かあったら決まっていいんじゃない。これさ、今点滅 OK。 また行きました。3000、3000、スピーサイター、スピーサイター。あー気づかない。ただ10回目。残り回数が赤くなりました。イエイ、イージス出てきた。私この台やれるかもしれない。キリザーク、わっしゃー。3000。3回目、 15% の、まあ、上乗せもやってますからね。また上乗せ欲しいな。せめて点滅、せめて点滅、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 やだ。まだ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 。結構あっさり最後終わるか。25455ポイント、4の7です。終わるの、終わるのか。3万発行きたかったな。早かったですね、ものの40分ぐらい、30分40分ぐらいでサクサクと行きました。よかった、まあ、とにかくこの右打ち、シードの右打ちの楽しさ、あと出玉感はかなり味わえました。皆様にもねお見せできたかと思いますので、まあ最終報告はエンディングでということで、実戦の方はこれにて終了したいと思います。お疲れ様でした。
戦終了、お疲れ様でした。さあ本日最新機種のねガンダムシードを打ってきました。まずは投資の方から、投資の方が全部で 34.5 本の 34,500 円ですね。で回収の方が 23,835 玉、超プラスでございます。いやーラッシュねやりましたけども、まあ、今回初当たり3回引いて、1回ラッシュ取れまして、そのラッシュでもう一撃2万表示でパス5000発ぐらいですかね出たわけなんですけども、とにかくラッシュは早いです。まあ、2連しちゃうとね、超高速超過になるので早いっていうのは分かってはいたんですけども、それでも早いと。で出玉の振り分けがやっぱ 15%、まあ、約 20% か 5% もあるんでね。で、3000フィーバーも取れますよということで、そこの振り分けもしっかりと、3回ぐらい取れましたし、でそれ以外で当たった時もちゃんと1500発っていうねしっかりとした塊の出玉で取れるっていうところが、ものすごくいいなと、この短時間でかなり勝負できる台だなっていうのを実感することができました。だから今回はすごくいい思いをして、出玉もたくさん取れましたので、まあ、これからまだまだシード、ホールでねなんだろう、にぎわってまだまだ打たれると思いますので、ぜひとも皆さんもホールで実際に打って楽しんでみてください。私も、きっとまだまだ打つことになるかと思います。ということで今回は、大勝利ということで紙パチ終了します。また次回の紙パチも お楽しみにということで、さようなら、バイバーイ。